こんにちは、エレオンサイクルです。今日はね、気温が10度から15度ぐらいの時の、僕の服装を紹介します。最近はちょっとね、太ってきたんで、あまりピチピチするジャージが苦手なので、まあカジュアルウェアでも、カジュアルウェアって言ってももうジーパンとかね、シャツだとやっぱ汗溜まって心地よくないので、最近はな、まあ、高機能な、ちゃんと汗を発散して、まあ、水を弾いてくれて風も防いでくれて、まあ、そういう高機能なカジュアルウェアを今最近身につけるようにしてます。セブンメッシュね、メインね。今日は45キロぐらいですかね、今日は飛島風、しまなみ海道来てて、大三島を一周45キロぐらいしてみて、まあ、このパンツがねやっぱ良かったんで、ちょっと高いんですけど4万円ぐらいするんですよ。4万円ってことは、まあ BBX 買ってプロポ買ったぐらいの金額ですんで、ラジコン1台分です、約ね。でもこれはね、4万円出せばまあいい、それはいい。でこれが良かったのは、やっぱこの膝の部分がこう細いので、このこう上下移動した時にフレームバックがある程度パンパンになっても、そのフレームバックが当たりにくいとか、あとここテーパードしてるから、チェーンとかクランクに引っかかりにくいとか、とにかくねシルエットが美しいです。でもちょっと欠点を言うと、今日ね多分一瞬18度か19度ぐらいになった時に、やっぱり汗がね溜まるんですよ、ここに。その汗が間に合わなく、ちょっとヒヤッとする部分があるんで、だったらこれ履くんだったら15度以下ぐらいの方がいいのかなと思います。でこの中にはビブショーツ、セブンメッシュのあのビブショーツを履いてます、パッドにね。はい、それで上ね、これがあのノースウッドウィンドジャケット、あのセブンメッシュの2万4000円ぐらいの、これはね結構ね幅広くて、邪魔自転車邪魔幅広くてね、これ M サイズ、上下 M サイズ着てます。僕身長181センチの75キロでちょっと太り気味で、これ M サイズ。でもやっぱ速度が出てくると結構ね、やっぱ広いからね、バタつきが激しくなって、本当にまあ強度高めで巡航速度速い人、まあ、30キロぐらいで走るんだったらこれあんま向かないと思います。このねフードも引っ張られて首が痛かったです。でもこれのいいとこは、身幅が広いしゆったりフィットだから、自転車以外にも使える、それがいい。ここも長いしね。このパンツ良かった、やっぱポケットがあるのがいいですね、パンツね。あとここ今フェリーがね1時間半後に出航するか、まあ、待ってたんですけど、生地の耐久性がいいから地べたに座っても傷がつきにくい、それが良かった。僕大体いつもねこういう感じで走ってます。でこれがいつも言ってる背負いにくくて出しに、背負いやすくて出しにくいバッグね、オルトリーブの。でもこうやってやればね出しやすくなりますから、このうまく使えば。やっぱり YouTube の機材とか、今日は中に短パン入れて、こういうバッグあった方が、僕はなんかバッグ派だな。はい、あと何があったかな、あとあれで、この下、気温が15度ぐらいだったら、僕はね、この下にもう T シャツ1枚、まあ中に、T シャツの下にさらにこのベースレイヤー、メッシュのね、ベースレイヤー着てて、その上に T シャツを着て、それでウィンドブレーカーを着てます。で、暑かったらこれを脱いで、くしゃくしゃって丸めて、フロントバッグに入れたりとか、あともうここを開けっぱなしにして、まあ空気入れ替えしたりとか。迷ったらもうこの2つでいいと思います。はい、迷ったら。これが4万円ぐらいでしょ。7万円ぐらいですよな。7万円って言ったら僕 の, ラジコンと一緒ぐらいです。イグレスと一緒ぐらいですね。だからラジコン買うかウェア買うかですよ。まあ、ウェア買えばね、こういうとこにも来れるし。まあでもラジコン買えばいろんなとこで遊べるし。迷いますね。そうかな。で、もしこれよりも、まあ今日グローブね合わせたんですよ。で、もし、今のぐらいの気温だったらメカニックスグローブですね。でもっと寒くなった時、例えば10度以下になるとさすがにこれは寒いんで、緑色のジャケット、キャッシュジャケットっていうのかな、あれを着て、中に、まあ、メリノウールのロングスリーブのインナーを着るとか、あれもね多分2枚でいけると思います。あれウィンドブロックって言ってるわ。冬はこういう感じでいきます。冬っていうかね、だから
11月から3月ぐらいまではもう僕これで決まりましたんで、もうこれで服でね、もうあの悩む必要ないから、もう他のライディングとかね、機材に集中できるので、もし皆さんもね、多分迷うこと3つあるんですよ、まあ、機材と洋服と、はい、そういう感じ。もし皆さん迷ったらこれで間違いないんで、ちょっと高い、そういう時はね、どうしようか、ちょっとまた考えます、それ考える。今日のところはこれがベストだった。今日の気温15度前後は、まあ、ちょっと話がまとまってませんけど、ちょっとフェリーが来たんで一回時間調べる、そのスマホで。あとヘルメット、これね、ベルの XR XR スペディカルか。でサングラスがね、これね、オークリー、今オークリー出てこなかった。そうね、やっぱ服がね、一番悩むんですよね。何服着ていいかなとかね、何着ていいかなとかね、どうしたらいいんだろう。でも例えば今サーリーだから、サーリーは僕の中で今カジュアルウェアがでも乗れるロードバイクだけど、もしスコットだったら多分この服で行かないかも。いや行くかな、下はこれで行くかも。で上はなんかウール系のロングスリーブのジャケット着て、その上にウィンドジャケットかな。はい、ちょっとあの話がまとまりませんでしたけど、まあだから10度、15度ぐらいで島並海道、富島海道走るときはこの服がベストという動画になります。はい、もしこの色違い、購入希望の方は、エレファントサイクルにお問い合わせください。でもしこれがね、この動画がちょっとでも役に立った、八重山さん共感しますっていう方は、ぜひ当店でお買い求めください。はい、じゃあ終わります。